皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は9月10日です。1ヶ月ぶりにこの場所で撮れるんじゃないかなということで、今日はここで大丸バネを狙いたいと思います。今日の晩ご飯はこちら、野菜ロールです。8時半です。点灯させました。昨日の場所よりあったかいみたいで、虫の飛びはこっちの方がいいですね。月が今雲でうまい具合に隠れてます。7時を過ぎました。 HID を点灯させます。ライトトラップとちょっと離れた場所に今日は置いてます。19時8分です。 HID の方に飛んできたクワガタを叩きようとしたらサビのメスでした。19時24分です。風がですね、今日は向きが定まんなくて、山から谷へ吹いたり、谷から山へ吹いたり、それの繰り返しですね。最初スクリーンをですね、その都度向き変えてたんですけども、今もうめんどくさくなっちゃって半分半分ですね。気温がいいんで、風さえどうにかなってくればなんか来ると思うんですけどもね。寝太が来ました。寝太のメスが来ました。この水銀とプラストレスの 500W と 30W の HID とですね、面白いんですけども、前回はですね互角の戦いをしたんですね。高校と出てまいりました。この月の大きさはきついな。20時1分です。 HID と水銀灯の間に来ました。風が強くなったんでスクリーンをちょっと下げました。かなり風が強く吹いてます。風の強さと同時にですね、体感温度もだいぶ下がってまして寒くなってまいりました。20時14分、 HID が消えました。20時18分、寝言が来てますね。8時46分です。一応9時までやってクローズしようかなと思ってます。月も素晴らしいです。だったんですが、落ちてきました。あとはカブトムシ、綺麗ですね。
サビのオスがいました。クワガタだけじゃありません。ガマでも起こってきますね。素晴らしい生身じゃな。落ちてきましたね。オスとメオスが落ちてきましたね。オスアカがペアで落ちてきました。これとこれですね、ペアで落ちてきました。クワガタいましたね。そこにオニツヤかな、オニツヤいますね。オニツヤがいました。クセツが飛んでる。秋のブルーでございますね。スズムシが泣いてましたね。ではまたどっかに リリース。貴重な水銀と残ってほしいです。